まあ、こういった私たちでヘリで、福島第一原発の上空からまあ撮影しようということで、まあ、今回呼びかけていただいたような形なんですけども、まあ、この撮影どういうまあ思いでこれをなんかやりたいというふうに思われたのかというのをちょっと見てらっしゃる方にご説明をお願いします。まあ、僕チェンノブイリの方も空撮やったことあるんですけれども、それがその時々によって様相がどんどん変わってくる。だけどその一番のゼロ地点っていうのか、福島の場合っていうのはそれが一番の秘密の塊みたいになってましたよね。それでそこのところをみんなが見れないような状況になってて、しかもこれから何が起こっていくか分かりませんよね。あるところで人が住むかも分からないし、またそれがまたそこから引き上げるかも分からないし、それとそういう原発の状況っていうのか、これからまだ収束はしてませんから、それがどういうふうになっていくのか分からないと、我々それをちゃんと見る目っていうのをちゃんと持つべきだし、一般の人たちがそれにアプローチする方法も持つべきだと思うんですね。だから定点観測みたいにしてこの原発は見続けていかなきゃいけないと。最低でも1年に1回この1周年2周年っていうそういうきっかけの時と、それから何かが異変が起こった時なんかにもちゃんとこういうふうに出していけるような体制っていうのをこれから私たちのフリーランスっていうことはそのまま一般の人々が全てアプローチできるっていう、そういうような情報にアプローチできるようなそういうシステムをこれからどんどん作っていかなきゃいけないと思うし、本当はもうもっと早くからやらなきゃいけなかったんですけどね。だからどうしても今この機会には2年目になった、そしてあそこがどんな状況になっているのか、周りのその汚染水の処理はどうなっているのか、敷地内っていうのはもうほとんど取材そのものも規制されていってますしね。だから我々合法的な範囲の中でできることは全部やらなきゃいけないと、そういうふうに思って、それには一番いい方法がこの上から見ることだと思ったので呼びかけたんですけど、今回コースというかどういうところをポイントとして回るかっていうのを教えていただきたいんですけど、一番最初に行きたいのはやはり原発のそのある程度低い、あるいは少し離れたところの周辺がどうなっているのか、その3号機4号機がどういうような状況になっているのかっていう、そのことを中心に周りを回りたいと。それからそこからすぐの隣にはもう双葉町がありますから、双葉町の我々13日の朝に入ったその場所、あの辺りがどういう状況になっているのかも知りたいので、だから双葉町の役場とか厚生病院とかその辺を回りながら浪江町に入っていって、浪江町の人々が片方では津波に襲われて、そして今度の原発の事故爆発、そういうようなことによってどんどん追われていって、それで114号線がこう車でぎっしりになって動きも取れないときにどんどん放射能の煙がそっちで流れていく様子もスピーディーにで出されないっていう、そういう状況の中で、それで対馬のあたりにみんなそこで避難場所としてわざわざすごい放射能のところを選んで、そのあたりの上を飛びたいなと思って、そこからできたら飯舘の山あい、そして村の佇まいと地形の様子みたいなのを上から見て、それで南相馬の方からできたら回って帰ってくると。それで今度は放射性要素はそちらの方にも行ってるけれども、南の方に行った場合可能性がかなり高くて、それでそういうことはもう証明されもしてますから、南の方にいわきの方に海岸線の近くを通りながら入っていって、そこまで撮影したいと思っています。分かりました。最後に一言だけ、これ単年度じゃなくてやっぱりこれからも継続していきたいっていうプロジェクトなんですよね。本当これはもうチェンノブイリでも分かるように、もう27年ぐらい経ってもどんどん変貌はします、場所は。そしておそらく今の家たちがもう本当残念なことだけど、住んでる人にとってはもう本当に悔しくて仕方がないでしょうけどね、朽ち果てていくような形になっていくと思いますよね。それでまたその近くには人間がここは住んでもいいっていうような形であそこの中に住む始めていくっていう、そういう基地を設けたり、その真横には今度瓦礫の処理場が置かれたり、それが一目瞭然なの上からだと思うんですよ。これはもう毎年監視するっていう意味でもやっていった方がいいと僕は思ってます。まもなく10時半を回るところで、これからですね、広川隆一さんとそれから渡井竹春さん、そして私アワープラネ TV の白石はじめの3
て、福島第一原発の上空、それからですね、その他あの周辺のですね、避難区域、そしてできればあの飯舘村の方まで飛んでいきたいというふうに思っています。はい、飛び立ちました。あのこの辺りですけれども、先ほどまであの濃い霧に包まれていたんですけれども、今はですね、晴れてきまして、だいぶ霧の方が晴れてきました。まだ少し、ね、雲があるんですけれども、これからの天気はさらに、晴れていく見込みになっています。ここ下妻ヘリポートから福島第一原発の上空まではおよそ1時間程度というふうに聞いています。ここから北の方向に向かって飛んでいくことになります。今あの窓の右手に見えているのが筑波山ですよね。日本で一番低い日本百名山の一つの筑波山があの窓の右手に見えています。やっぱり風は強いですね。今高度は何メートルぐらい、すいません、今どのぐらいの高さで飛んでるんですか。はい、今500メートルぐらいの高さで飛んでいるそうです。ヘリコプターの左あの前側にですね、いわき の, あの中心街が見えてきました。かなり住宅街が広く広がっていますけれども、左手の方なんですが、いわきのですね、町が私たち の, あの目の前に見えてきました。上から見ても仮設住宅分かりますね。住宅街の中にちょこちょこと仮設住宅が建てられています。いわきのですね、東側にあたります、まあ、海水浴場付近の海側を今あの撮影していますけれども、あのこの辺りもですね、大きな津波被害に遭っているんですけれども、今あの上をからあの見た限りでは、まあ、あの沿岸部も片付けが済んでおりまして、まあ、津波の爪痕というのはだいぶ分かりにくくなってきているかなという感じがします。ただ、海とですね、やはり沿岸部、道路の間ではまだまだあの復旧作業がされているのではないかというような様子が見て取れます。いよいよ先の方に煙突が見えてきてますけれども、
ども、あれが火力発電所になるんでしょうか。火力発電所だと思います。そうですね。今ちょうどですね、久野浜の上空にいるところです。目の前に、あと8キロぐらいの距離だということですけれども、広野の火力発電所がようやく見えてきました。久野浜もですね、やはり、津波の被害が大きかったエリアになります。瓦礫の集積場がですね、上から見ますと点々と、この沿岸部周辺に、上から見えます。今こちらからですね、火力発電所の先に、福島第二原発の煙突がかすかに見えてきました。すぐ下に、広野の火力発電所がもうすぐ目の前に、見えてきました。そのですね、常磐線を越えまして反対側にすぐにJビレッジが位置するというような関係になっています。今ですね、ご覧いただいているのが J ビレッジです。J ビレッジは事故後からですね、もともとサッカーの合宿所だったわけですけれども、事故後ですね、ずっと作業員の方々の拠点として、ずっと使われてきた J ビレッジなんですけれども、今日ですね、この J ビレッジで福島第一原発の高橋所長が、記者会見をする予定になっています。手前にですね、福島第二原発、そしてその先に今映っているのが福島第一原発が、遥か彼方に見えてきました。今福島第一原発から18キロ程度の場所におります。今目の前に福島第二原発が見えてきました。この福島第二原発も今あまり話題にはなっていませんけれども、事故当時、この原発もメルトダウンの恐れがあってですね、非常に危機的な状態何日も続きました。でこの福島第二原発をめぐってはですね、一部再稼働を東京電力が考えているのではないかということで、そういう推測もされていますけれども、今、非常に危機的な状態に陥った福島第二原発が目の前にあります。現在もですね、福島第二原発もたくさんの作業員の方々がここで作業をしていらっしゃいます。まもなくですね、本当に福島第一原発が見えてきました。ちょうど海岸から福島第一原発が近づいてきました。今映している灯台のところにですね、各テレビ局の、監視いわゆる静止画 の、 監視用のカメラがありまして、その、カメラからですね、福島第一原発の津波が襲われる映像がですね、実は3月11日の午後3時半ごろ TBS では生放送で放送されておりましたけれども、その後ですね、津波で電源がおしまいになりまして、その後の映像というのは放送されることはありませんでした。
して福島第一原発が目の前に迫ってきました。すでにですね、1号機フードがかけられていまして、事故直後のですね、爆発した直後の鉄骨がむき出しになった状態はもうすでに見ることはできませんけれども、左手前から4号機、3号機、2号機、1号機、そして奥に、5号機、6号機という形で連なっています。海に面して手前にありますのが、タービン建屋、そして奥側がですね、原子炉建屋というような並びになっていて、左側から4号機、3号機、2号機、1号機というふうに並んでいます。そして今高い、クレーン車が ありますけれども、一番高いクレーン車があるのが3号機という形になっています。で、3号機、なんですけれども、こちらの方からですと、もう上の方がですね、もう落ちたような形になっていて、骨、鉄骨のようなものが、まだむき出しになっているような感じに見えます。今、真横から見ていますけれども、ご覧いただいているのが1号機の建屋です。そして2号機、まだフードがかぶっていませんけれども、今寄っているのが2号機です。そしてその先3号機なんですけれども、3号機はまだ鉄骨がむき出しに見えます。そして今ご覧いただいているのが4号機になります。第一原発の上空からご覧いただいています。左側にありますのが、タンクがありまして、タービン建屋、そしてその右側にですね、今手前に白く見えているのが1号機のですね、カバーがフードがかけられた1号機になっています。その先に2号機が見えます。そして3号機、逆光ですけれども、手前後ろ側のですね、陸側から回ってみますと、右端の方にたくさんのタンクが見て取れると思いますけれども、汚染水をですね、処理するタンクが、本当にたくさん敷地内に並んでいます。ありがとうございます。たくさんのですね、建物がもう所狭しと並んでいますが、これは全体的に、ほぼですね、汚染水を処理するためのタンクになっております。ものすごい数ですね。今はですね、陸の方向から見ていただいていますけれども、左側に見えますのが、1号機、そして、これが1号機です。そして、その右側に2号機があります。2号機もまだ穴が開いている状態です。そして今、上の方がですね、ほとんど、瓦礫でまだ見えていて、事故の生々しい爆発の様子をとどめている3号機です。今デジタルズームで寄った映像を見ていただいていますけれども、今、
ご覧いただいているのが3号機の様子です。そして、隣ですけれども、事故当時、運転は定期点検で停止しておりましたけれども、やはり、爆発をした4号機になっています。4号機にはたくさんの使用済み燃料が貯蔵されているということで、今でもですね、この4号機が不安定であるということで、まあ、世界中から心配の声が寄せられている、これがまあ4号機になります。今たくさんのタンクが並んでいますけれども、これはですね、地下水のバイパスの一時、貯留タンクというものだというふうに思われます。この他にもですね、左右に地下のですね、貯水槽というのが並んでおりまして、敷地内はですね、新しく建っているたくさんのですね、汚染水を貯める施設で、もういっぱいになっています。またもう一回そばなので、ぜひ1号機から4号機まで寄っていただければと思います。はい、もう一度ですね、1号機から見ていきたいというふうに思います。今正面こちらが今1号機のですね、原子炉建屋です。もう白いフードがかぶっていますけれども、3月12日に、午後3時半ごろに爆発しました。これが1号機です。そして、隣ですけれども2号機です。2号機はですね、3月15日の午前8時半ごろ、サブレッションチェンバー付近でですね、大きな音がしまして、爆発という発表はされていませんけれども、一番高い放射性物質が飛散したのがこの2号機の、2号機ではないかというふうに言われています。そして、3号機3月13日午前10時ごろに爆発した3号機ですけれども、3号機は今でも、瓦礫がですね、見て取れます。はい、ちなみにですね、上空の放射線量はですね、高くないというか、下妻の方が高かったのかな。今ですね、0.17 マイクロシーベルトということで、線量はですね、上空はさほど高くはありません。今ですね、目の前に、ちょうど津波の被害でですね、そのまま放置されたようになっている受野地区です。浪江のですね、受野地区、津波被害が大変ひどくてですね、しかし福島第一原発の、まあ、事故の影響で、ここでですね、被災した人たちを、まあ、十分に捜索できずに避難したというようなこの地域です。これが受野地区です。上からですね、見ると受野は全く家がないまま、全くですね、事故後と同じような、まあ、本当に、瓦礫は処理されてますけれども、本当に津波の被害の傷跡がそのまま残っています。
今、ご覧いただいている建物がですね、双葉町の、役場です。ちょうど今日選挙の公示日だったというふうに聞いてますけれども、双葉町の役場、時計が止まったままになって、ですね、広川隆一さんや渡井さんたちが、3月13日に、訪れた役場です。これが今見ていただいているのが双葉町の市街地ですね。まあ、この付近に今、中間貯蔵施設の計画を、政府は立てています。上から見てると本当に住宅は本当にそのまんまになっていますので、今でも人が住んでいてもおかしくないような、そういうような感じですけど、受け戸 の沿岸部は津波でやられてますけれども、ちょっと内陸の方は本当に事故当時と変わらないような状態で、家が並んでいる、そういう感じです。この付近もですね、みんな人が住んでない。今、受け戸の上を飛んでおりますけれども、このあとですね、この浪江の人たちが12日に避難を始めた114号線の上を通って対馬方面に進んでみたいというふうに思っています。浪江にはですね、この原子力災害の10条通報、そして15条通報、そしてその後の避難指示などのさまざまな情報が十分に伝わっておりませんでした。馬場町長はですね、12日になりまして午前10時ごろ、馬場町長はですね、受け戸の人たちの捜索を諦めまして、対馬に、町の人たちを避難するように指示を出しまして、町の人たちが全員対馬方面に避難をしました。通常ですね、沿岸部から対馬まで車で約20分ぐらいの距離だということなんですけれども、この日はですね、道路が多くの人たちでの、逃げる人たちの渋滞で4時間以上かかったというふうに、多くの人たちが証言しています。114号線になります。この道、太平洋の細い道でして、ここにですね、多くの住民が避難する住民の車が殺到して、大渋滞になりまして、普段20分程度で着くような距離をですね、4時間以上かけて対馬まで避難したということですけれども、対馬地区にはですね、通常数百人の人たちが住んでいる地域なんですけれども、避難後ですね、約6倍の8000人の人たちが対馬地区に避難したということです。で、この狭い道を通りまして、山を越えて対馬地区に逃げるということを決断したわけですけれども、当時ですね、そっちの方向に実は放射性ヨウ素あるいはセシウムがですね、飛散しているという情報は明らかにされていませんでした。実際にはですね、文科省のスピーディーその他のモニタリングで、
この周辺の、放射線量の値というのは測っていたわけですけれども、公表されずにですね、その後ここが大変な、放射線量の高い地域であったということは当時知らされておりませんでした。放射能が流れた方向に、住民の人たちは逃げてしまったということになります。から見ますと本当に山あいですね。この山の中を上空だからそんなに高くないですけど、さっきの福島第一原発 の付近よりもこっちの方が線量が上がっていきますね。今上級かなり高い500メートルぐらいのところだと思うんですけれども、津島その集落ですね。ちょっと目の前にですね、津島が見えてきました。津島というのはですね、人口はもともとは千数百人 の集落でして、上助水道が整備されていないということです。ですので、8000人の人たちに膨れ上がった12日から15日までの4日間はですね、水が、上下水道が完備されていないので、井戸水や沢水を、当初は使ってですね、炊き出しなどを行っていたということです。で、14日15日の2日間は雨と雪に見舞われまして、先ほどのですね、福島原発から、この谷沿いに流れてきた放射性物質で、この集落全体が、汚染されるというようなことになりました。実際にはですね、文科省は当時モニタリングカーのデータをですね、計測しておりまして、15日のデータで毎時270万
マイクロシーベルト、毎時270マイクロシーベルトから330マイクロシーベルトが計測されています。そして福島第一原発から流れてきたですね、放射性物質なんですけれども、この対馬からですね、目の前の飯舘村、この山あいをですねずっと流れて、まあ、北西に流れていったという、そのエリアがここのエリアになります。この山あいの谷をですね、セシウムあるいは要素が流れて、飯舘村、そして北西部の伊達方面に流れていったと、そういう形になります。今左手に見えますのが、今見ていただいているのが浪江町の様子です。浪江町もですね、先ほどの飯舘村も、今それから大熊町もそうなんですけれども、一つの町がですね、避難、帰還困難区域と、それから居住制限区域、そして、避難指示解除準備地域、準備地域ということで、3つのですね、エリアに、まあ、区分されてしまっているというのが、実情です。浪江もですね、今と撮影しているエリアはですね、おそらく避難指示解除準備区域あたりになるかというふうに思いますけれども、まあ、一つの町がですね、3つのエリアに分けられて、まあ、これから帰還できるエリアは帰還を促していこうというのが、まあ、現在の政府の方針になっています。原発が見えてきました。今陸側の方から、左から6号機5号機そして1234と、原発が見えてきました。本当に手前の方にある、汚染水のですね、貯蔵タンクが本当に手前にたくさんあるのが遠くからでも見て取れますけれども、ですね、たくさんの貯蔵タンクがあり、その先にですね、4つの、事故の大きかった1号機から4号機があります。
時はまだ本当に事故生々しい様子が残っていますけども、来年ここに来た時にはもうその様子はもしかしたら風土によって見れなくなっているかもしれません。大熊町、そして、大熊町、富岡、奈良派と続くんですけれども、今、ちょうど下のエリアはですね、大熊町の中でも帰宅困難区域に指定されているエリアになります。たくさんですね、住宅が並んでいますけれども、今、ちょうど通っているエリアはそのようなエリアになります。今ですね、見ていたのは薬場のところにタンクがいっぱい並んでいますね、廃棄物がたくさん並べられているタンクが並べられています。第二原発に入ってきました。先ほどは海沿いから見ましたけれども、福島第二原発が、今目の前にあります。まあ、ここもぜひ廃炉にしてほしいということで、県議会もですね、県も要望してますけれども、東京電力はこの福島第二原発はまだ再稼働する可能性について否定していません。先ほどからですね、あちこちにこの住宅街のすぐそばに、汚染のですね、除染した廃棄物などがですね、積み上げられています。ビニールシートでたくさん積み上げられているのはですね、政府のですね、直轄で汚染している地域の汚染したですね、廃棄物がですね、まだ中間貯蔵施設ができていない中でですね、ビニールシートに、まあ、覆われた状態で、あちこちに積まれているのがですね、見て取れます。本当に、ね、住宅街の中で、ね、ビニールシート、ブルーシートがあちこちにありますね。
いわきの市街地ですね。いわきのですね、中心部に来ています。上空から見た感想はやっぱり、事故直後のね、瓦礫だらけっていうところが相当片付いて いるっていうことは確認できたんですけれども、それでも3号機4号機っていうのがまだ生々しい状態で、まあ、なんとか手つかずのような形で残っていて、まあ、逆に言うと事故をが起きたっていうことが上から見ているとそのなんていうのかな、なんかフードをするとかですね、そういうようなことによってやっぱり徐々に見えなくなっていくんだなっていうことを逆に痛感して、今回広川さんの呼びかけによって同乗させていただいたんですけれども、本当に定期的に記録は取っていかないといけないんだなということを思いました。あとやっぱり山あいの家もそうですし、市街地もそうなんですけど、一つ一つの家に暮らしがここで営まれていたっていう、その確実にそれが営まれていたっていう感じを持ったとともに、ここに人が本当に住めないというか、人がいないっていうことを痛烈に何というかこう感じました。それがやっぱり一番上から見ていて、一軒一軒に一人一人の暮らしがあったんだなっていうことをすごく感じましたっていうのが、まあ、一番印象に残っています。いやーというか、汚染水はタンクは想像以上に多かったですね。もう敷地内いっぱいに広がっていて、でこれでもう足りないっていう話をしているので、本当に思った以上にタンクがすごく並んでるっていうのもやっぱり驚きました。あれはなんかこうきちっと数とかですね、どういうふうに並んでるかとかいうこともきちっと公表されてないと思うので、ここのところもですね、またさらになんというかな、きちっとチェックしていかないといけないかなというふうに思います。なかなかね、こう中をパイプがずっとあって汚染水が流れるようになってるわけですけど、あちこちで漏れてるわけですから、本当に怖いなと思いました。まあ、上から見て作業してる人、ちょっと人の姿が本当は見たかったんですけど、それがちょっとこの映像カメラで追いきれなかったので、なんか墓場、原発の墓場を上から見たというような感じです。もう寒くて、はい、以上。いや、ほとんど何も変わってないような思ったけど、4号路、3号路の上にかぶさってたものが随分とのけられてましたよね。だけどそれでも手をつけられないままになって2年も経ってもこんな状況だと思って、本当なんか、ところが真ん中を見なければ、つまりゼロ地点を見なければ、周りは何もなかったかのように進んでるわけでしょ。2年前に戻ってしまっただけじゃなしに、全てがなかったことにするような動きが日本中で進んでると思うんですよね。それでなんかそのことが本当に悔しいし、下で人々の営みがあったっていうこと自体も、もうその人たちのことも忘れ去られるような方策がどんどん進んでるし、支援法も全然進まないっていう、まあ、それよりも他でもうみんなお金の分取り合いだけが進んでるっていう、だけどそのおかしさっていうのか、それを見るためにも、あるいはその放射能で汚染されていった場所のところで子供がまだ住んでたり、あるいはそこに戻されようとしてまでしてるっていうようなことに、それは
ダメだってノーって言うためにもどうしてもあそこの場所は中心部分は我々見なきゃいけないと思うんですよね。それでどんどん汚染のタンクとか廃棄物がそのままどこにもどうにもできないし、一部はほとんど海に、それから今でもガスがどんどん外に出続けてるわけですから、だからそういうようなものを現在進行中の事故っていうのを確かめるためにも見といてよかったと思ってます。